でーす。はい、パパです。今日はね、パパが髪の色を変えました。そうなんです。ブルーからレッドにレッド変身しました、うん、このさ、洋服とこの色だとちょっと怖いよね。昨日さきちゃん、一昨日が初日一着で、うん、そうね、なんかね、なんとなくいい感じのエンジンを引いたみたいで、うん、ね、いい、うん、そうそうなんだよね。今日は晴れてるので、うんうん、また今日も初日のように頑張ってくれると思いますね。頑張ってもらいましょう、うん、パパは来週が、そう、来週になるかな、うん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 、20日からね、滋賀県になる琵琶湖、琵琶湖です。ちなみによ、はい、ちなみに琵琶湖の、うん、お土産といえば、琵琶湖はね、琵琶湖レース終わったらね、うん、まあ、駅すぐ近くだから、電車乗って京都に出ちゃうからね、京都で大体お土産買うんだよね。なるほど。で、京都のお土産といえば、やっぱ漬物だね。あー、漬物ね。うん。山芋の漬物とか。あ、あるね。絶対美味しいね。買ってきます。京都、うん。あとは、京都だと何だろう。京都は漬物と、ちょっとした、なんかお肉買ったかな、手羽肉の、へ、うん、ちょっと美味しいのが向こうにあって、うん、名前ちょっと忘れちゃったけど、うん、大体それは買って、うん、新幹線で食べちゃうんだよね。家まで持たない。家まで持たない。家には漬物。うん、今日ね、初めてカラーコンタクトに挑戦してみました。お、やったね。カラコン、初めてのカラコン入ってるってこと？入ってる。全然、何色？グレー。グレー、あんま変わらない？そう、変わるよね。少し、あ、そっか、黒、あ、黒の目玉から、そっか、グレーか、うん、グレーに。じゃあよくよく見ないと分かんないね、きっとね。グレーなんの？あ、グレーにはならない。残念。そういうものじゃないんだ、メガネと違うんだ。そう、今なんかジーンズっていう、うん、メガネのさ、うん、お店あるの分かる？分かんない。しないもんね、うん、なんかジーンズっていうやつがあって、うん、そこでなんか無料で、うん、なんかつけれるっていうか無料で頼めるのがあって、うん、お試しセットみたいなのがね、うん、それでちょっと頼んでみた、うん、カラコン、あのハッピーワンは8月、そう、8月にまだ納品日は決まってないんで、うん、まだ細かい日にちは連絡が来てないんで、うんうんうん、期待だけだね、今のところは。期待だけど、うん、計画は まず来たら、うん、まず運転してみようねってママと話してて、確かに、うん、ママ的にも運転できるかね、うんうんうん、不安だから、今もちょこちょこ行ってるんだけど、本牧海釣り施設、うんうんうん、行こっかと、うんうんうん、いいね、うん、2日前、3日前かな、うん、カタクチイワシが50匹釣れちゃって、刺身と天ぷらにしたの。へえ、うん、いいな、美味しかったな、あれはね。え、うん、食べてない、食べちゃった全部。じゃあハッピーワンまでまだもうちょっとありますが、うん、皆様釣り場、釣り場っていうのかな。あ、そうだね。うん。うん、釣り場、こうキャンピングカーを使ってというか、キャンピングカーでも行けるような釣り場とかね。うん。うん、まあ夫婦でね。うん。一緒に行けるような場所があったら、うん、ここまでよろしく。コメント欄にお願いします。教えてください。教えて。遊びに行きたいと思います。じゃあこんな今日は。あ、こんな今日は今日はこんなところで。じゃあ、またりー、バイバイ。